三角変合法は中国語の初期のパソコン入力方式。孤立人、超原意、高かつ東により考案され、四角合馬規則を改良したものである。米国を安コンピューターが使用権を獲得し、その中国語システムに採用した。三角変合法が考案される以前は、特注の大鍵盤、アザネ鍵盤及び電報コードに頼っていたため、 利便性の高さから画期的な入力方式であった。別称は三角輸入法。三角変合法は99個の主符号と201個の副符号で構成され、それらが01から99までのコードに割り当てられていた。コードは四角号場を参考にしている。漢字の3箇所の基本符号を取り6桁のコードに変換している。コード規則は実隅と 字型の2種類の規則が存在し、自隅規則が高度の順序を規定し、時形規則が基本符号の選択をそれぞれ規定している。基本的な字隅の順序は、左から右、上から下となっており、左上、右上、左下、右下の順番で地隅を取る。四隅とも異なる基本符号の場合は、前の3つを採用する。 三つの基本符号が取れない場合は、末尾を零零または零零零零として六桁のコードを作成する。一個の基本符号が、挨拶する量、隅を占める場合、量、隅を一つとし、基本符号は一回のみ利用する。一個あるいは二個の基本符号が、間や国のように完全に四隅を占める場合、余ったコードは、 字中の余った筆形の順序で一つまたは二つの基本符号を取る。左、上、右の三方が閉じられ下方が開いている基本符号の場合、字中の余った筆形で基本符号を取る。侵入、因、相の基本符号の場合、文字の左上、左下、右下の三隅は、左上と左下の両、隅を占めるものとみなす。基本符号が、 文字の内部に存在する場合は、ミスミを占めるものとみなす。自中で、すでに使用した、基本符号を使用する。複数の基本符号が使用できる場合、画数の多い基本符号を採用する。同一画数の場合は、コード数値の大きい基本符号を選択する。画数の基本符号を選択させるため、筆順を無視し分解することができる。 鍵や払いを呼び、口は分解することができない。基本符号の、10と、10を区別する。口、巻きの上部は、10、目の上部は、10とする。文字の上部、または、下部の字型が、左右対称の場合、中間の突出した部分の基本符号は、上部または、下部の、量、隅を合わせて、一偶として、基本符号を取る。 アザ中に数個の基本符号が重複、または交差する場合、一部あるいは隣接する両隅は、筆角の中心位置として、基本符号を取る。基本符号一覧の同一コード文字は、最後の例例を、最前の二桁に改めることで区別する。その他同一コード文字は利用者が選択する。ありがとうございます。